甘いものはほどほどにしておけ。これは心外だな。ほとんど食べてはいないぞ。ほう、私の目を欺けると思ったか、アンペル。それともお前がどれだけ食べたのか、正確な量を数え上げてやろうか。やれやれ、まったくリラにはかなわないな。あいつは本当に仕方のないやつだ。無駄な悪あがきをして、まるで子供のようだ。まあアンペルさんらしいけどね。ところでさ、ふと思ったんだけど、私の目を欺けるのかって言ってたけど、リラさんって左右の瞳の色が違っててすごく神秘的だよね。そうか。自分の目だと普段自分で見ることがないから何とも思わないかな。そう言っちゃったらまあそうだけど、この瞳の色はどうもオーレン族の特色らしい。この瞳を見れば一目でオーレン族だとわかる。確かに今まで出会った人たちみんなそうだったな。みんなちょっと隠してて見えづらかったけど。全然気にせずさらけ出している者もいるがな。オーレン族は立ち回りが下手な者ばかりだから、人間たちに混ざると面倒ごとに巻き込まれやすいんだ。だから私も普段はあまり目を見せないようにしている。そういえば時々アンペルさんとリラさんから私と出会う前の話を聞くことがあるけど、だいたいどこでもいろんな騒動を巻き起こしてきたみたいだし、気をつけるに越したことはないね。勘違いするな。大抵は私ではなくアンペルの仕業だぞ。どっちもどっちな気がするけどね。遠くの方の空は濁ってる。やっぱりこの土地が特別みたいね。レントも、もうすっかり安心して見ていられるようになったな。リラさんからそう言われると、少しは自信が出てくるな。俺もいつか追いつくからだ。ついて行ってみよう。
つけた。毒のある植物は避けて慎重にな。何が入ってるかな。もらえるものはもらっておけ。切らないように気をつけましょう。えい、そんな謝らなくても。少し休む？あ、いえ、大丈夫です。少し油断していました。不思議な力だね。次はどこに向かおうか。クラウディアさん、疲れてないんですか？前より体力ついたんだ。石は様々な用途に使えます。集めておきましょう。チュア
何が入ってるかな。お楽しみの時間だ。ティアライザたちがいると、ティアー途端に騒がしくなるな。二人で旅しているときは、特に喋ることもないからな。確かに、二人が楽しそうに雑談してるところ、想像できないかも。もう夜か。やりたいことはまだあるのに、時間が足りないね。みんな、敵よ。フェデリカ、それ敵の動きに注視。リラさん、私も戦います。大盤振る舞いよ。お願いパピー。わかりました。ライザ君、とどめだ。切る。終わりです。一度に利用すれば終わらせる。行ってくれ、パトリツィア。あの、今なら鍵を作れるんじゃないですか。鍵の力をまとい試験、見せてあげるわ。ここなら皆さん防げないでしょ。勢いを利用すれば近づけないでしょ。とどめだ。はい、これでどうだ。今使うべきもの、鍵使えるかも。決めた、これです。フェデリーカ、そこだ。頼んでないよ。鍵まだまだだぞ。はい、切り刻みなさい。その時よく頑張るんでしょ。みんな気をつけて。触れると切れますよ。ダメだ。気に入りましたか、フェデリカ。任せて。終わりだ。クリスタルの力。あの敵、鍵が使えるかも。はい、
大丈夫、きっとうまくいきます。やった、成功です。はっ、これで終わりだ。止めます。光の花吹雪、逃がさん。勝ちましたね、皆さん。まだまだ強くなれそうね。さ、次に行くぞ。みんな、敵よ。一緒に戦おう、フェデリカ。ハジ、一緒に戦おう。始めるよ。いっけ。今なら鍵が作れるかも。ライバさん、わかった、フェデリカ。みんな気をつけて。強い攻撃が来そうだ。周りじゃありませんよ。フェデリカ、行ってもらえるか。任せて、下手に触れると切れますよ。それまだまだだぞ。はぁ、みんな、あの敵に集中攻撃だ。はっ、すごいです。まだまだだぞ。切り刻みなさい。終わりじゃありませんよ。奥義はこんなこともできるんです。せっ、これとどめだ。当然のこと。まだまだ戦えるぜ。いろいろあったけど、こうしてまた二人に再会できてよかったよ。少し心配もしてたんだから。ん？心配することなど何もないはずだが。アンペルさんってさ、いつも何もかも分かってるみたいに行動してるけど、思い返してみるとその割にはちょいちょい失敗してるよね。何それも踏まえて、全て分かって行動しているのだ。いや、割と無謀だと思うことをやっていると思うぞ。ライザたちと出会う以前からずっとそういう姿を見続けてきたからな。そういうリラは行動が結構後先考えてないぞ。長く生きているとできることできないことがやる前に想像つくようになるんだ。私はできると思っているからやっているだけであって、何も考えていないわけではない。ならば私もそうだ。そうだとしても体がついてこないのだろう。見かけと実年齢が食い違っていると、いろいろと誤解を招きやすいな。そうだろう、アンペル。実際のところ、アンペルさんって何歳くらいなんだろうな。異界にも比較的正常な場所が残っている。それが分かっただけでも希望が持てる。